忍び工房新婦を応援しております増山です。今日はですね、忍びを作る過程において最も大切な作業になりますため直しについてね、お伝えしたいと思います。ため直しなんて聞いてもね、皆さん聞いたことほとんどないんじゃないかと思いますけども、このため直しっていう作業はですね、つまりこういうわけなんですね。竹っていうのものは自然に生えてくるものですから、一本としてまっすぐなものはもうほとんどないんですね。まあ節でまた大きく曲がったり、また節から節の間がこう、まあ、曲がっているというよりも反っているんですね。この反っているのをまっすぐに直す作業を、まあ、ため直しと言ってるんですね。こういった節さんによってはその使う道具がまちまち、どれがいいってことではないんですけども、まあこれからはそれを紹介したいと思うんですけどね。まずは、小さな曲がりであればこういったね、ものであるんですね。こういった、まあある程度太さによってですね、まあ取り替えていくわけなんですけどもね。これで竹がこのようにいくらか反ってますよね。火でとかね、熱で炙られてですね、炙られてか熱せられると柔らかくなる性質からね、柔らかくなる性質ね。その原理を利用して、十分に温めてから、これで手こをかけてね、手こをかけて、このようにしぐっとまっすぐになるように直していくんですね。この作業がですね、ため直しと言われる作業にあたるわけなんですね。まずはね、これらのね、私のやり方を紹介したいと思いますので、まずはこちらの動画をご覧ください。それでは説明をしますけれども、まあ、台所でやっておりますので、とりあえずね、防火シートを下に敷いて、そしてコンテナをね、準備しました。次にですね、このコンテナの上にですね、一口のコンロを置きます。この一口のコンロはですね、まあ、ホームセンターなどで、販売されておりますね。そういった、安物のコンロで十分ですね。それにこの七輪ですね。七輪はですね、底を抜いておるんですね。約幅が3センチ、長さが20センチくらいありますかね。このぐらい、底を抜いて、これを利用します。次に、ため木と言われるものなんですけども、これはですね、自分でやはり、ホームセンターからね、こういった角材を買ってきてね、適当に作ったものなんですけども、約、3センチぐらいのね、穴を開けて、その穴に角度をつけてね、作ったものなんですね。それではガスコンロに火を入れて、しのだけを、温めていきます。竹と言われるものはですね、温められるとね、柔らかくなる性質があるんですね。それを利用するんですね。このようにして、十分にね、温めます。ガスコンロの場合はですね、比較的火力が強いものですからね、簡単に温めることができますので、楽ですね。そうなれば、なんでしょうかね、この反りとか曲がりを直すためにも大変、便利です。そしてこのためにですね、しのだけを差し込み、このようにこのテコの力でね、力を加えて、この反ってる方をですね、まっすぐになるようにこう、修正をかけていくわけですね。まあこれの繰り返しになりますけれども、まあ、温めては、まあ、伸ばし、温めては伸ばしっていうような形になります。温まったところでまたこうやってね、穴に差し込んでテコをかけてぎゅっと、引き伸ばしていくというような感じなんですね。ここで重要なのはですね、このためにのですね、この穴の角度なんですね。角度を十分に取ってやらないとね、竹に傷がついてしまうんですね。傷がつかないように、ですね、このため木を作るのが、まあ、一つのコツになります。まあそういったことで、まあ、繰り返し繰り返し、しのだけを熱しては、力をね、手加減をかけて、まっすぐに直していくっていうのが、このため直しの作業になります。このようにね、湯気が出てきましたけれども、
竹もですね、湯気が出るくらい温めてやると、作業が楽になります。はい。まあ、十分にね、まっすぐに直すことができたんじゃないかとは思っております。というようなことで、ため直し作業の状況をね、皆さんにご覧いただいたわけなんですけども、忍びを作るためにはですね、こういったあの、まあ、目に見えないようなですね、この何でしょう、素材ですね、素材の、まあ、素材作りっていうかね、それがね、まあ、大変なんですね。こういったため直しもそうですし、あとは、そのうち、紹介したいと思いますけども、まあ、私の場合はいぶしですね、すすだけをにしたりとかね、あとはそうですね、この竹を借りに行ったりですね、その買ったものを今度長期間乾燥させて保存したりとかね、こういった、目に見ない裏作業があって初めて忍びを作るような、素材が出来上がってくるわけなんですね。はい、そういうことでね、忍び作りの一端をですね、皆さんにも少しでもご理解いただければ大変嬉しく思います。はい、本日は誠にありがとうございました。